西和賀町は岩手県中西部に位置する町、和賀郡に属する。三方を標高1000メートル級の大羽山脈に囲まれ、残りの一方は秋田県横手盆地に向かって開かれている点が特色である。この地形によって陶器は10メートル以上の累積降雪量となり、豪雪地帯対策特別措置法に基づく特別豪雪地帯に指定されている。 天気予報は隣接する秋田県南地方の天気予報がその範疇にある。この町の居住の歴史は古く、旧石器時代の大台遺石が町内から発見されている。町の東西には1000メートル級の険しい山地があり、町はそれに挟まれた南北方向の我が川の渓谷内にある。欠片の帰国分では寒帯湿潤気候に属する。日本有数の豪雪地帯で、 累積降雪量は10メートル以上となり1974年には16メートル61センチメートルを記録した。積雪量は昭和49年に3メートル68センチメートルとなり記録を更新した。郵便局平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると10.94%減の5880人であり増減率は 県下33市町村中29位。病院同人介護施設幼児保育施設小学校、中学校高等学校農協、西京ホットユダ駅長域の路線バスは、岩手県交通が運行してたが、北上線と山福線は、令和2年9月30日をもって、路線廃止となり、残る沢内線と海沢線も令和3年3月31日付けを、 もって路線が廃止された。令和3年4月から、西和賀館内は、町民バスに関し路線を引き継ぎ運行している。また、山伏線は、令和2年10月から月、金、土のみ、東日本交通へ引き継いで運行している。町民バス、お出かけバス山伏線月、水、金のみの運行峠山パークランドオアシス館、三立温泉、沢内バーデン、 沢内銀河高原ホテル柳沢ドライブインをよね、西和賀町歴史民俗資料館河村美術館、河村デッサン館西和賀町文化、創造館銀河ホール。ありがとうございます。